よ。やってみせます。どちらに？承知しました。指示を頼みます。遠慮なさらず、神龍様のために。目線いただきました。眠りなさい。紋章の導きです。
平気ですわ。やっ、壊してしまいましたね。まだいけません。ほっとして泣きそうだ。筋肉が喜んでますわ。
承知しましたわ。ありがとうございます。竜の守り人として、見ていてくれましたか。
それじゃあ。では。そうですね。そうですわ。
すごいわ。いいかな。アンナ、どうしたのですか？もう、私のことはアンナさんと呼んで。今ね、新商品を考えてるの。新商品？神竜様は恋人たちの記念日って知ってる？聞いたことがあります。その日は恋人たちが互いに贈り物をし合うとか。そう、それよ。恋人たちは毎年花を贈り合っているわ。でもいつもそれじゃ飽きちゃうでしょ。そんな既成概念に革命をもたらす画期的な新商品を作りたいと思ってるの。おお、難しい言葉を知っているんですね。もう子供扱いしないでったら。神竜様も力を貸してちょうだい。何を作ればいいのかいまいちピンとこないから一緒に考えてほしいの。そうですね。恋人の記念日ですよね。だったらネックレスなんてどうですか？神竜様って意外と凡人ね。ネックレスなんて世の中に溢れてる。平凡すぎて面白くないわ。そうですか。人はどこにでもあるようなものを欲しがらないの。特別な一つしかないものを欲しがるの。そういうものを考えないといけないのが商売の難しいとこなのよね。なるほど。ではめげずにもっと考えてみましょう。ルイ、何をしているのですか？神竜様、特にこれといった特別なことはしていませんよ。ただ遠くから女の子たちが会話しているのを静かに眺めているだけです。それは何のためにですか？何のため？難しい問題ですね。ある種哲学的な問いとも言えます。ですが、そうですね、強いて答えるなら僕の幸せのためでしょうか。女の子たちが会話しているのを見るのが好きということですか？はい、大好きです。近寄らず、会話に参加もせず、もちろん触れることも絶対にありません。ただ遠くから静かに眺めるだけです。これはいけないことでしょうか？多分ダメなことだと思います。法に触れずともダメなことはありますから。もし彼女たちが嫌がったのならすぐにやめてくださいね。もちろんです、神竜様。僕だって彼女たちを不快な気持ちにはさせたくありませんから。それを聞けて安心しました。ではほどほどに。はい、神竜様、ご心配をおかけして申し訳ありませんでした。お目覚めですね。おはようございます。またですか？
私の寝ている姿をずっと見ていたのですね。はい、申し訳ございません。外で居眠りをしてしまった時はそっとしておいてください。祭壇で起こされる時とは違って目を覚ました時驚いてしまうので。私も神龍様を驚かせたくはありませんわ。ですが千年もの間眠り続けた神龍様はおとぎ話の登場人物そのものですから、その寝姿はあまりにも神々しく、どうしても眺めていたくて。気持ちはわかりました。でも寝顔がきっと情けないので。そんなことはありませんけれど。そうだわ、ではこういうのはいかがですか。目覚めた時に私がいる、その状態が普通になれば驚きませんよね。ですのでこれからは毎晩一緒に眠るという方法も。却下です。まあ残念です。クラウさん、見つけましたわ。どうしたの？もうピクルスなくなっちゃった？お恥ずかしいお話なのですが、そうなのです。結構早かったね。でも最近は鍛錬の質も量も上がっていたから、そろそろなくなるかもって思ってたんだ。すごいですわね。何でも見通しではございませんこと。そうなんだ。頑張ってる人のことは応援したくなっちゃって。このピクルスすごかったですわ。今までは鍛錬後に疲れが残ることがありましたが、これをいただくようになってからはそれが少なくなったんですの。それに味もとても美味しくて、ついつい手が伸びてしまいましたわ。本当？そう言ってもらえて嬉しい。じゃあまた作ってあげる。いいんですの？ありがとうございます。そうだ、野菜は何がいい？ピクルスっていろんな種類の野菜をつけることができるんだ。そうですわね。すぐには思いつかないのでお任せしてもよろしいでしょうか。クランさんは私のことをよくご覧になっていらっしゃいますから。そうだね。じゃあ僕のおすすめにしておくよ。楽しみにしておりますわ。クラン会長、そろそろ時間よ。こっちは準備万端だよ、フラン名誉会長。これより神龍様ファンクラブ定期会合を始めます。わーわー。今回はファンクラブを盛り上げるためにできることは何かを話し合いましょう。クラン、あなたはどう思う？やっぱりファンを増やすためには布教活動が必要だと思うんだよね。そうね、私も同意見よ。でもどういう活動が一番効果的なのかしら。そのアイディアならあるよ。神龍様の素晴らしさを伝える冊子を作ればいいんじゃない？冊子？神龍様は信仰対象として有名だけど、その素顔を知る人は限られてるよね。だから素顔を知る僕たちがそれを多くの人に伝えればいいんじゃないかな。おお、それはいい考えだわ。じゃあ例えばこんな感じかしら。表紙にバーンと神龍様のお顔を描いて、特集神龍のすべてと銘打つの。そして中には神龍様に直接聞いたいろいろなお話を掲載。好きな食べ物や好きな武器なんかも載せて、神龍様を身近に感じていただくのよ。ダメかな。いい。僕が思ってたのより堅苦しくなくてすっごくいいよ。さすがはフラン。ありがとう、フランの案のおかげよ。じゃあ2人で冊子を作って街で配りましょう。神龍様のファンがもっともっと増えるわよ。え、ま、街で配るの？両親への贈り物何にしようかな。フラン、
あら、アンナじゃない。どうしてこんなところに。アンナじゃないわ、アンナさんって呼んで。ごめん、つい訂正するわ、アンナさん。うんうん、それでよし。それで何の買い物をしてるの。両親の結婚記念日のお祝いだよ。あ、もしかしてアンナさんのお店におすすめの商品とかあったりする。さすがフラン、察しがいいわね。ほら見て、他で買うよりも安くていい商品がたくさん揃ってるわよ。わあ、この装飾品すっごくかわいい。こっちの置物も家に飾るにはいいかも。フランは友達だから無料で名前を彫ってあげてもいいわよ。さすがアンナさん、商売上手だね。家族とはぐれて一人だからこのぐらいできないと生きていけないのよ。私の商品は珍しいものばかりだし、フランの両親も絶対喜ぶはずだよ。それならこの置物を買おうかな。文字を彫ってくれるなら特別な贈り物になりそうだし。毎度あり、綺麗に包装してあげるから待っててね。アンナさんって子供だと思ったらすっごくしっかりしてるよね。アンナって呼ぶよりもさん付けの方がいい理由がよくわかったわ。フラン、いつまでこんなところで油を売っている。神竜様に届いたお供え物を仕分けするように言っておいただろう。ああ、忘れてた。まったく、雑用一つ満足にできないとは。こんなことでは先が思いやられるぞ。ちゃんとやろうとは思ってたんだよ。でも気づいたら忘れちゃってて。忘れたのもやらなかったのも同じことだ。言い訳をするんじゃない。ご両親が今のフランの姿を見たらがっかりしてしまうぞ。私はフランの将来に期待しているんだ。いつかは後を継いでもらうのだからな。私に子供を預けたご両親のためにもしっかりと学んで同じ失敗をしないようにな。わかりました。私バンドレさんの期待に応えたい。次は失敗しないように頑張るね。その意気だ。二人でお茶をするのは久しぶりですわね、セリーヌ様。エーティエったら今は気軽に呼んでちょうだい。私たちは幼なじみなのだから。わかりましたわ。セリーヌ、お茶のお味はいかがですか。すごく美味しいわ。素敵な茶葉を用意してくれてありがとう。香りが芳醇で甘みが強い。これは北部の茶畑のオリジンティーね。詳しい産地まで見抜くとは。さすが紅茶好きですわね。ほら、エーティーも飲んで。他のものとは香りが違うから。ありがとうございます。それではいただきます。どう。私には他の地方のオリジンティーと同じに思えます。相変わらずね。エーティーは昔から紅茶の味に疎いんだから。私が疎いのではなく、セリーヌがすごいんですのよ。あら、エーティエ、どうしたの。何がでしょうか。ティーカップを持つ手が震えてる。ほら。ああ、いえ、何でもございません。気のせいですわ。そう？それならいいけれど。ルイ、また私のことを見ていたわね。はい、しっかりと。クロエさんを中心に素敵な女性たちが集まっていましたね。なんと素晴らしい光景か。見ているだけで僕は最高に幸せです。そうして堂々と言われると、真っ当な趣味のように勘違いしてしまいそうよ。仲良く話す女性たちを眺めるのが好き、それが趣味なのはおかしなことでしょうか。
触れたいわけでもなければ会話に加わりたいわけでもないのに。本当に見ているだけがいいのね。美しい風景を楽しむのと同じですよ。心を穏やかにし静かに眺めるんです。無害で健全な趣味だと思っていますし、クロエさんなら理解してくれるはずでは。そうね、不本意だけれど理解できるわ。クロエさんも絵になる組み合わせを見つけるとうっとりと見つめたまま動かなくなりますからね。姫と騎士、王子と従者、ペガサスと少女、素敵な組み合わせはいくらでもあるもの。私はおとぎ話に出てくるような光景をじっと眺めることが好きだわ。つまり僕とクロエさんは同行の師ということですね。どうでしょう、今度二人で鑑賞会をしませんか。互いの興味を引く光景を共に遠くから眺めましょう。楽しそうね。いいわ、ぜひやりましょう。奇遇ですな。ユナか、ここのみんなには慣れたかい。もちろんです。みんな親切な人ばかりで大助かりですな。ですがアルフレッド氏、本当に良いのですか。新参者の私めのことをこうして温かく受け入れてしまって、根掘り葉掘りと詮索することもなく。ん、いろいろと詮索した方がいいのかい。まあ普通はそうでしょうな。確かにユナカのことをもっと知りたい気持ちはあるね。じゃあ機会があったらいろいろと話そう。それは構わないですが、話を聞く前に信用してもいいのですか。極端な話、私めは敵の密偵かもしれませんぞ。それはないよ、僕はユナカのことを信用しているし。なぬ、根拠なしなのに自信たっぷり。なぜゆえに、なぜゆえにそこまで人を信用するのです。なんでだろうね。まさかの本人も自覚なし。私め、会話の迷路に迷い込んだでござるか。ですが嬉しいですぞ、アルフレッド氏。私めを信用してくださりありがとうございます。お礼なんていらないよ、ユナカ。はっ、チーヤ、上略、チー。おはようございます、お兄様。おはよう、セリーヌ。今日も鍛錬に成果出ますね。穴掘りで鍛錬するのはいささか斬新すぎますけれど、それにそんなに深く掘るなんて他の方に迷惑では。セーリーヌ、これは鍛錬ではないのさ。だから深さもこれでいい。いや、もっと深く掘らねばならない。はっ、一体どういうことですか。朝食を作ってくれている人たちが水が少し足りないと言っていたのを聞いてね。だからこうして井戸を掘っているところなんだよ。え、あのですね、お兄様、お水が足りないのなら近くの川に汲みに行けばいいの。わざわざ井戸を掘る人なんていないわ。そうか、その手があったか。なら早速川に向かうことにしよう。助言をありがとう、セリーヌ。はあ、国にいた頃からずっと思っていたけれど、お兄様は見た目が蛮族の方が中身と合っていると思うわ。セリーヌ王女、こんな夜更けにどうされたのですか。スタルーク王子、何でもありません。今夜は少し眠れなくて。顔色が良くないです。何か悪い夢でも見たんですか。お兄様が
死んでしまう夢を見ました。え？誤解しないでくださいね。よく見る夢なんです。幼い頃から何度も。兄は昔病弱でしたから、そのせいかもしれません。今でも何かの拍子にいなくなってしまうのではと、その思いが抜けきらなくて。セリーヌ王女。もちろん今のお兄様は元気ですよ。鍛錬がお好きで健康そのものです。そうだと思います。戦場でも勇敢で頼もしい限りですよ。でもその夢わかります。僕も何度も見ますから、兄上がいなくなる夢を。あ、スタルーク王子も。はい、内容が内容のだけにこんなこと誰にも言いませんでしたが。そうですか。そのお話詳しく聞きたいところですが、夜更けに話し込むわけにはいかないわ。機会を改めますね、スタルーク王子。はい、またいつでも声をかけてください。良くなっているかしら。でもまだまだね。ストリニカ、こんな時間に何してるの？あらまあ、ラピス、別に何もしていないわ。強いて言えば舞踏会でのステップを思い出していただけよ。ふう、嘘が下手。隠してもお見通しよ。密かに特訓してたのね。ええ、認めるわ。こんな遅くまでやったら体を壊しちゃうわよ。もうゆっくり休んだ方がいいわ。ラピスはそれでいいわ。でも私はダメなの。え？あなたぐらい強かったら夜中に特訓なんかしなくてもいいけれど、でも私は違うわ。もっと強くならなきゃいけないの。シトリニカ、そんなことは。さあ、あなたは休んできてちょうだい。私ももう少し特訓したら休むから。わかったわ。でも無理しないでね。おやすみ、シトリニカ。おやすみなさい、ラピス。ユナカ、何か用？そんな風に隠れて見られているとちょっと怖いのだけど。これは申し訳ない。研究のために観察しておりました。それにしてもミカヤ氏は可憐ですな。素敵な香りね。今日はどこの紅茶なの？茶畑の里のオリジンティーよ。好きな銘柄だからそう言ってもらえて嬉しいわ。